ウガンダ・タンザニア戦争、ウガンダ・タンザニア戦争、ウガンダ・タンザニア戦争は、1978年から1979年にかけて、ウガンダとタンザニアの間に発生した戦争。ウガンダでは解放戦争と呼ばれ、イディア民体制の転覆につながった。ウガンダ側は、ムアンマルアルイコール、カッザーフィーとパレスチナから1000人以上の援軍を受けた。 タンザニアとウガンダは戦争の数年前から緊張状態にあった。アミンが1971年ウガンダ革命で権力を握るとタンザニアの指導者ジュリウス・ニエレレは追放されたウガンダ元大統領のミルトン・オボテの保護を提案した。オボテはアミンの敵対勢力殲滅計画から避難した2万人の避難民と合流した。1年後、タンザニアのウガンダ避難民はウガンダに侵攻し、 アミンを取り除くことを計画し、失敗した。アミンは、ニエレレの機関と彼の軍の武装を避難した。1978年10月上旬、反乱軍はアミンを、カンパラの大統領別荘で待ち伏せしたが、彼は、家族と共に、ヘリコプターで脱出した。これはアミン派が急速に減り、ウガンダ内からの意義が増えていた時期である。 アミンの副大統領であるムスタファ・アドリシが疑わし、交通事故で負傷した時、アドリシに忠誠を誓う兵士、と他の理由で不満を持つ兵士が暴を起こした。アミンは暴動を鎮圧するために、シンバ精鋭部隊を含む兵士を送り、一部がタンザニア国境を越えた。反乱軍はタンザニアに流れ込み、タンザニアにいる反アミン避難民が、アミン軍と戦いに参加した。 ウガンダはタンザニアに宣戦線復刻し、ウガンダに帰属すると、アミンが主張する、タンザニアのカゲラ地方を併合するために侵攻した。ニエレレは、タンザニア国民防衛軍を動員し反撃した。タンザニア軍は、数週間で、警察や囚人、国民兵、軍人を含む4万から10万人に増加した。ウガンダ避難民からなる反アミン集団もタンザニアに、加勢した。彼らは、 模し会議に所属し、模し会議はウガンダ国民解放軍、アンラを形成した。ティト・ケロとデビットを置いてョクが率いるキコシマ・ールムや、ヨエリムセベニが率いるフラナッサ、アケナプ・オジョクとウィリアム・オーマリアとアテケル・エジャルが率い、ウガンダを救う運動がこれに参加した。タンザニア軍は、ソ連のカチューシャロケット砲、ウガンダ軍の故障は、サバサバを獲得して、 ウガンダ軍を標的に砲撃を開始した。ウガンダ軍は即座に退却を開始した。リビアのムアンマルアルイコールカッザーフィーは T-54 戦車や T-55 戦車、BTR 兵員輸送車、BM-21 グラート、ミグ -21、ツ -22 爆撃機などで武装した2500人の軍隊をウガンダ側に派兵した。しかし、リビア軍が間もなく、 前線に立たされたのに対して、ウガンダ軍は略奪した資産を積んだトラックと共に、反対側に対していた。リビア軍は、正規軍と市民軍、サブサハラのイスラム軍団を混成して、このような遠征任務のために、リビアが作った軍隊だった。アンラの不穏分子が加わった、タンザニア人は、カンパラに北進したが、ルカヤの北の深く広大な沼地で止まらざるを得なかった。 タンザニア人は201旅団を直接沼地を越える舗装道路から進軍させ、舗装道路が封鎖、もしくは破壊された場合のためにより良い208旅団沼地西岸を迂回させた。旅団規模のリビア軍の攻撃計画は15機の T-55、12機の APC-BM-21MRL を用いまさかに到達することでタンザニア軍と ルカヤで3月10日に衝突したり201旅団を背後か混乱させるのではなかった。しかし、3月11日から12日のタンザニア軍の2方向からの夜間反撃、すなわち再構成された201旅団の南からの攻撃と208旅団の北西からの攻撃は成功した。これにより多くのリビア軍や市民軍がチリジリに撤退した。 200人以上のリビア人と200人の同盟のウガンダ人が、犠牲になった。タンザニア軍とアンダ軍はルカヤでの戦闘の後小さな抵抗にあったがカンパラに向けて精神した。最初の戦闘でエンテベ国際空港を奪い1979年4月10日にカンパラを解放した。少数のウガンダ軍やリビア軍が抵抗したがタンザニア軍にとっての最大の問題は 彼らが都市の地図を持っていないことだった。アミンフレットは最初はリビアに、後にサウジアラビアに亡命した。リビア軍は神社に撤退し、ケニアとエチオピアを経由して本国に送還された。タンザニア軍はアンルフ、アンラの政治部門が民政統治への選挙を準備する間、平和維持のためにウガンダに残った。タンザニア政府はニシャニアウイタ勲章を授与した。 表には、ウィッタマイナス1978から1979、裏には、タンザニアと書かれていた。アミンを追放した後は、緊張した競争と、政治的、民族的ライバルによる政権争いが起きた。ユスフルレがタンザニアから大統領として送り込まれた。1979年6月に、大統領権限拡大に対する論争の後、 当時アンルフの最高統治機構であった国家諮問会議 NCC がルレをゴッドフリービナイサにすげ替えた。ビナイサは1980年5月12日に自らアンルフの強力な組織であるパウロム・アンガとその副官のヨエリム・セベに当時ウガンダ愛国運動の指導者だったが率いる軍事委員会を引退した。サウロムソケ、ポリカープニャムチョンチョ、 ジョエル・ハンター・ワッチャー・オルールの三人の委員からなる大統領委員会は国を率いることを約束した。彼らは1980年の総選挙までウガンダを統治し、その選挙ではウガンダ人民会議のミルトン・オボテが勝った。その選挙は論争の的になった。ヨーエリムセベニは不正選挙を訴え、オボテ政府に対して武力反乱を起こすことを宣言し、ウガンダ紛争に突き進んでいった。 タンザニアは、侵攻を非難するアフリカ統一機構の他国から、一切援助を受けなかった。機構は、セイシェルの1977年のクーデターで、フランスイコールアルベール・ルネを大統領にするよう、支援して、国家の主権を侵害した。結果的に、ダルエス・サラームの政府は侵攻とその後の平和維持の費用を自前で賄うことになり、さらに国を貧しくした。年に、 ウガンダがタンザニアの借金を肩代わりするまでタンザニアは完全には回復できなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。